全てを奪われた若き天才ゲーム開発者が、あれは俺のゲームだ。大資本企業に仕掛ける下克上バトル。俺はゲームを続ける。他に道がないんです。群雄割拠のゲーム業界、その覇権を取れ。どんだけ金かけたとか、そんなもんはゲーム本来の面白さとは何の関係もない。ゲームの面白さはアイデアだ。日曜劇場アトムの子、10月スタート。あんたらにアイデアが勝つところ、俺が見せてやるよ。